今日はね、ちょっと声枯れてるんですよ。で、なんでかというと昨日ミュージックビデオの撮影のラストデーだったからなんですけど、ちょっと待てと、ミュージックビデオの撮影って歌うっけって思った人もいるんじゃないですかね、ライブで声が枯れてます。わかるわな。うん。あとはレコーディングで声が枯れました。うん、わかるわな。ミュージックビデオって普通はさ、あの曲をかけてね、口パクじゃないのって思うかもしれませんけど、僕ね、 ガチで歌ってるんですよ。ミュージックビデオの撮影。毎回。で、もちろんまあ、どれぐらい声を張るかっていうのはね、その曲によって違ったりとかね、そのシーンによって違ったりするんですけど、昨日の撮影ちょっとね、もうね、完全に心が動きまくってしまいまして、全力の全力。ライブでもあそこまで歌ってないかっていうぐらい、本気で歌っちゃったんですよね。 で、まあまあなんでそうなったかっていうと、あの、論理的に説明すると三つ理由があって、まず一つ目は、空間がそういう空間だったんですよ。あ、とある神奈川県のスタジオだったんですけど、鴨頭嘉人の精神世界を、こう、表現してるんですね。僕の心の中に僕がいて歌ってるっていう。あ、これ、曲が、ステージっていうバラード曲なんですよ。 だから理由の二つ目はこのステージっていう曲がね、僕がこの二年間、まあ、要はコロナ禍が始まってね、もう売り上げも一旦ゼロになったりとか、新規事業51個立ち上げるようになったりとか、で、その中でたくさんの人を採用して、いっぱい裏切られたり、傷つけられたり、傷つけたこともきっとあったと思う。で、まあ、アンチ YouTuber にむちゃくちゃ叩かれて、 焼肉マフィアの営業妨害までね、されて、もう保健所とか警察署に来てもないのに嘘の通報バンバンやってね、営業にすごい支障を来たしたのもあったし、来てもないのに星一つのをみんなでね、つけに来たりとか、そういうのもあったし、まあ、あとまあ、元社員とかね、え、もっとすごい僕のことを支えてくれてるなって思った子が実はもう全然違う目的で僕に近づいていて、 まあもう本当に僕の周りの人間を傷つけたりとかお金をもう持っていったりとか本当にいろんなことがあったんですよ。人生でこんなにまあ人生で起きうることの苦難がいっぺんにこの2年間で全部来た感じ。 裁判5個やってますからね。まさかそんなことになると思ってなかったけれども、でもそれを乗り越えられた。まあ今ね、現時点でこうやってチャレンジできてるってことは乗り越えられたって言っても、そういう意味ではいいと思ってるんですよ。えー、乗り越えられたのは、僕が毎日ステージに立つっていう仕事だったからだなと思うんですよね。普通に考えたらね、もう事務所にあの、いたりとか、部屋に引きこもったら、 あれもうやばかったと思う。もうそのことばっかり考えちゃって。だって自分が信頼して長年働いてくれた社員とかが、僕の悪口をずーっといないところで言いまくっていて、それを聞いた社員とかアルバイトの子たちが病んでいったりとか、本当にいっぱいあったんで。 なんか、なんでそんなことになるんだろうって。まあまあ今考えると、その子のここの病気だったんですけどね。僕はそれを見抜けなかったっていうことで。まああれはもうだ、誰も悪くないっていうか、まあもう完全にその子が心の本当に病んでる。多分治らないと思うんですけどね。あの僕の会社辞めた後もやってるらしいので。まあでもね、僕がその子を信じたから、その子を、 は信用されてたんですよね。僕の会社の社員とかアルバイトさんとか、あと外部委託の人とか、カモラクドクの人とか。やっぱね、それに対しての責任とかも感じてたので、まあまあ、正直言うと自分を責めたし、相手を責めたし、きつかったですね、心がね。だけど乗り越えられたのは、このステージがあったからだと。やっぱり、僕の講演会に来てくれる人がいて、あ、俺求められてんじゃんって。 いうふうに思えたから乗り越えられたんだと思います。まあ、あそこまでね、人間関係とかお金とか、もう本当に裁判とか、いろんなことで否定されたら、あ、俺って求められてないんかなっていう気持ちに、何回かはなるしにあったんですよね。でも、まあ、もちろん会社はね、続けるためには僕が講演会をやり続けないと、僕がセミナーやり続けないと、会社潰れる会社ですから、やり続けたんですよ。一回目はせますに。その時にやっぱりお客様が来てくれて、 もうずっと YouTube 見てましたとか、VC 毎日聴いてますとか、今年カモさんに会うのが目標でしたって、夢でしたって、今達成しましたって言われると、あ、俺、まだいけるって、そういう気持ちにさせてもらった。え、それを歌詞に込めて作った曲がステージっていうバラード曲なんですよ。 で、その曲の、もう本当にミュージックビデオも、四5曲か。5曲分ミュージックビデオを撮影したんですけど、えー、その撮影のオーラスのオーラスだったんですよ、そのシーンが。ステージっていう曲の僕が一人で、僕の精神世界の中で歌ってるっていうシーンがラストシーンで、監督のね、坂井監督が、鴨さん、この曲は、目に見えないものを表現してほしいです。って言われちゃったんですよ。 もうその瞬間に完全にスイッチ入っちゃって。まあ、この2年間の様々な出来事と、それを乗り越えられた、で、今、まあ、乗り越えてきた時に出会った人たち、支えてくれた人たちの顔とかがね、めちゃめちゃ頭の中で浮かんできて、もう最後、号泣しながら歌ってました。<laughs> そしたら、カメラを回してる酒井監督も号泣してて、 えー、スマホで撮影してたボニカも号泣してて、なんならあの、照明とか僕のメイクさんまでね、もう、ガンガンに号泣しながら、撮影を終えることができました。えー、楽しみにしていてください。もうまあ、どんなね、編集になるかは僕にはわかりませんけど、少なくとも僕の心がガンガンに動いてる。演技でもなんでもなく、本当に動いちゃってる。えー、そんな映像が、まあ、どこかに入っている。それが、 ステージというバラード曲のミュージックビデオになっております。まあ、今回ね、ミュージックビデオ本当にプレイアパートっていうチーム、坂井監督にお願いしてよかったなって心から思いますね。まあ、1曲目のご機嫌ソングは堤幸彦監督が作っていただいて、ダイヤモンドユカイさんとね、バーレスク東京で撮ったんですけど、え、オリジナルソング2曲目のザ・ロード。 これ、酒井監督、プレイヤーパッドのチームですね。これ公開されたばかりなので、まだ見てない方絶対見てください。あとは、ザ・ロードのね、ミュージックビデオ自体は3分ちょっとなんですけれども、副音声といって僕がね、それをこう補足説明している動画があります。えー、30分くらいかな。はい、3分ちょっとの曲を30分解説してるんですけど、これもまた評判がいいので、もう絶対に見てください。で、3曲目。まあ、これどの順番でね、ミュージックビデオが、 公開されるかまだ決まってないんですけども、あとは、挑戦者の歌。これもね、株式会社ビズの細野隆史さんがもう体張って3.5日間、走る、自で、ロードバイクで乗る、えー、海で泳ぐ。この季節ね、本当に体張って、あの後倒れたらしいですよ。はい。もうそれぐらい体張って作っていただいた。そんな作品なので、これも楽しみにしててください。 そして、チャレンジライカベイビーはね、もうチャレンジライカベイビーダンサーズっていうのが4名のね、もうめちゃくちゃかっこいいダンスを披露してくれていて、僕がむちゃくちゃかっこつけてる、えそんな動画になるんだと多分思います。もう各ロケーションのところに全部の撮影場所に、あのー、チャレンジライカベイビーダンサーズが来ていたのでね、もうあっさみのね、腹筋とかもうバッキバキになってるんで、本当にこの、あのー、 というスピットにかけているので、それもチェックしてください。そして最後にステージ。バラード曲ですね。もう鴨頭嘉人の心の中がなんと。 映像化されているという、とんでもない作詞になっておりますので、えー、ぜひ、こちらの方、まあ、公開するときにはまた告知させていただきますので、見てください。基本的には12月21日、トヨスピットまでの間にね、できるだけ公開させていただきたいというふうに思っておりますが、まあ、一作品また、もしかしたらね、トヨスピットのシーンも入れて、あと公開になる可能性もあるんですけれども、えー、バンバン公開していこうと思っております。まあ、とにかくね、チャレンジライカベイビー。 12月21日トヨスピットデビューに向けてもうやれることもう全力でやるということで体も張って心もグワングワン動かしながらそして自分だけじゃなく他の人の力も借りまくって今挑戦しておりますぜひこの挑戦の姿を見に来ていただきたいです 月が変わりましたので、えー、またね、チケットだけ、チケット購入だけのクラウドファンディングのページを立ち上げましたので、えー、こちらの方からご購入いただいて、ぜひ12月21日、一緒に魂燃やしましょう。今回のアーティスト活動について改めてね、何のためにやるかっていうと、チャレンジライカベイビー、赤ちゃんのように挑戦しろ。まあ、このメッセージが、もう何年ぐらい前だ ?2 年ぐらい前なのかなこう、ふっと湧いてきた時に、これだと。 え、これを今の、ま、元気のない日本の大人の人に届けたい。そんなメッセージだなっていうふうに僕が思ったので、チャレンジライカベイビーという言葉をね、使って、例えば NFT、ブスリ3おじさん1万人育成計画でも、今年の12月の26日にね、チャレンジライカベイビーという、ま、作品がリリースされます。今はチャレンジライカベイビー X がリリースされてるんですけど、本体が出るんですよ。そしてアーティスト活動も、 チャレンジライカベイビー。あの頃諦めた夢、今から叶えろ。ということで、一度諦めた夢っていうのは、諦めるだけの理由があったわけです。まあ僕の場合だったらね、10代の頃に、まあ最初中学生の時かな、音楽にハマって、もうフォークギターを買ってもらって、もうずっとご飯食べてる間、もう左手をコードオフの練習してて、お母さんに心配かけたりとかしながら、 え、歌を、あの時もオリジナルソング100曲ぐらい作ってたと思いますね。そして高校生になってからは、まあもちろん僕野球やってたので、野球がシーズンの時には音楽活動は休むんですけれども、野球部の、まあ夏の大会が終わったら受験のためにね、期間が空くんですけど、その間受験勉強じゃなくて音楽ばっかりやってたんですけど、ハードロックバンドを組んで、ボーカリストとして、で、カバー曲とオリジナルソング、半々ぐらいだったのかな。 で、活動をやってました。まあ、その時はね、もう高校3年生だったってこともあって、将来どんな仕事に就くかってことを、まあもう、まあ、もう考える時期だったから、将来はもうデビューしようと。バンドメンバーにもね、あの、高校卒業したら、もう東京行こうって。で、オーディション受けまくったりとかね、フェス出まくったりとか、対バンとかやって、どん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 名を馳せていってね、あの、ロックバンドとして世に 行こうぜっていう話を夜な夜な本当に毎日してた。夢かた、夢しか語ってなかった。それはそうだよね。お金儲からないのにやってるわけだから、夢しかないですよね。まあその当時、愛媛県今治市っていうところでバンドをやっていて、まあ地元ではちょっとね、なんか、もうすごいライブが、パフォーマンスが派手だったので、ちょっとだけその地元で有名になって、今度は愛媛県の県庁所在地の松山の方でね、ライブとかをやらせてもらえるようになった時に、あもうダメだって思った。 たんですよね、僕より上手いボーカリストがゴロゴロそこにいて、愛媛で負けてるってことは、東京に行ったらコテンパンにやられるって、僕が思っちゃったんですよね。で、僕はバンドメンバーに、悪い。俺はもう諦める。俺普通に東京に行って就職するからって言って、バンドメンバーを、まあ裏切ってっていう裏切ろうと思ったわけじゃないけどね。バンドメンバーに夢を語ったのも、バンドメンバーに東京に行こうって言ったのも、 まあ巻き込んでしまったのは全部僕だったのに、僕が先に諦めるっていう、そういう状況になっちゃったんですよね。それはまあ、ねまあ本当に小骨の骨のようにずっと僕の中に引っかかりはあったんですけど、なかったことにしていました。でもこのチャレンジライカベイビー、そこの言葉をね、多くの人に届けようと僕が決めた時に、俺、俺だって、俺やんなきゃダメだって、あの頃諦めた夢、今から叶えるを、 自分自身がやんないと、この言葉が届かないっていう風に思って、歌手デビューすることを決めました。もう一年前全く声出なかった。オリジナルソングの一番を歌い切った時にもう声が枯れて歌えないぐらいだった。それをボイストレーナーのコージーさんと二人三脚で進んできました。もう楽曲もダイヤモンドユカイさん作曲なんで、最高の曲ばっかりです。5曲とも全然似ていない。それぞれ違う表情の曲を。 え、作っていただいて、えー、僕の万感の思いを込めた歌詞が、その楽曲に載っています。バンドメンバーも、そうそうたるトップアーティストのバックで弾いてる人たちばかりなので、演奏ももう間違いないです。トうスピットの演出も気合入ってます。お金もかけています。もう、そんじゃそこらのアーティストさんと変わらないぐらい、ミュージックビデオも、ライブもお金はかけています。バンドメンバーも最高です。もう、はっきり言います。僕以外のメンバー、日本のトップです。 あとは僕だけなんです。その姿をぜひ見に来ていただきたいと思います。12月21日、豊洲ピット。みんなと一緒に挑戦することの美しさ、体感をしたいなと思ってますので、ぜひお待ちしています。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの。いいね。なんかね。 ステージ歌い切れるかなちょっと新しい心配が生まれてきました。喉の問題じゃない。感情の問題です。